皆さんこんにちは。リンゴがとっても大好きな毒蛇が青森県弘前市からお届けする旬のリンゴ情報、弘前リンゴ日記 YouTube 版。今回は番外編として八戸市から黒千住をリポートいたします。はい、こちらの黒千住、名前の通りちょっと黒っぽい、深い赤い色のリンゴなんですけれども、ちょっと大きめで、で今回のも結構蜜が入ってそうな、この熟したお尻をしている黒千住というリンゴでしたね。でね、名前からするとこうリッチな感じ、こう濃そうな感じがするんですけれども、実際に食べてみたら本当に蜜がたっぷり入っていて、甘さしっかりで、そうですね、濃厚な芳醇な、まあ完熟してるっていうのもあるんでしょうけど、かなりこんな感じで芳醇な、甘さがもう口に広がるっていう感じですね。酸味はあんまりこう前面にはなくって、そうですね、歯ごたえもサクッパリというよりはちょっと柔らかめですね。はい、でもその柔らかすぎず甘いだけっていう感じでもなく、なんかゴージャスな感じですかね。甘さが前面に来るゴージャスなリッチな感じのリンゴですね。はい、まずね、皮ごと食べてみたんですけれども、皮ごと食べるとちょっと皮が味がしっかりめなので、これは皮を剥いて食べた方が毒蛇は好みでしたね。まあお好みもあると思うんで、皆さんもね、とりあえずは皮ごと食べてみて、いけるようならそのまま食べた方が味がこういろんな味がして楽しいと思います。はい、硬いリンゴが苦手な人にもちょっと食べやすい、酸っぱいリンゴが苦手な人にも食べやすいリッチな、リンゴっていう感じでしょうか。黒千住、こちらも本当に美味しくいただきました。いや本当にこのシーズン美味しいリンゴがいっぱいあって幸せですね。というわけで今回は黒千住をお届けいたしました。ではまた。